生徒が賛成しようが反対しようが関係ないという状態になる。それが日本の民主主義の政治の実態です。しょうがないですよね、数で決めるから。だから若松さんも八千代で通ったって一人ですよ、ね、だから一人で、ね、市の大きな方向性はすぐには変えられないと思います。変えられないと思います。じゃあ何のためにやるの。それは繰り返し言いますよ。何のために一人でもそうやって上がっていくかというと、皆さんに市の実態を知ってもらうためです。だから今日皆さんね、寒い中ここに立って聞いてくださって本当にありがたいけど、選挙だからとか、ね、それで関心を持つだけじゃダメなんですよ。選挙でももちろん若松さん応援してもらいたいけど、本番は若松さんが通った後です。通った後にこの八千代市というところがどういう実態になっているのか。で、それはつまり千葉県の中にあるし、千葉県は日本国の中にあるわけだから、結局八千代市の実態を知ろうと思ったら千葉県の熊谷さんの県政をちゃんと調べないといけない。そして、そこにまた影響して予算をつけている国の政治を知らないといけないんです。そうやって、自分の生活が八千代市につながり、八千代市が千葉県につながり、そして日本国につながる。ね。で、結局、この日本国っていうのが我々一人一人の集合体なんだから、これもよく言うんだけど、私たちが日本だと思わないといけないんですよ。政府は自分たちの外にあるって言い出したらもう終わりですからね。批判して終わりだから。政治家なんかダメだよ、政府なんかダメだよって言うと、それは天に唾吐いてるだけで、吐いた唾は全部自分に落ちてきます。違う、政府がダメなのは僕たちがダメだからです。政治家がポンコツなのはそんな人しか選んでこなかったからです。自分がやらなかったからです。自分の子供や孫を政治家にしなかったからです。それをね、分かって僕はそういうこと言いますから、候補者の方々にね。だから中途半端な気持ちでやるんだったらやめてくれって言ってるんですよ。ね、選挙やらすだけやらしてね、で終わったらさよならだったら多くの人が悲しむじゃないですか。それだったら最初から来ないでくれって言ってるんですよ。ね、厳しいんですよ結構賛成党は、若い人たちにも。でもそれでもやるっていう人たちだから、だからそういう稀有な人たちを絶対皆さんで押し上げていってください。そして一つ一つの町、ここなら八千代市から日本を変えるうねりを作っていってください。それは若松さんが作るんじゃないんです。若松さん頑張ってちゃダメなんです。神谷さん頑張ってても変わらないんです。だって何回も言いますよ、一人の議員ができることなんかこれっぽっちしかないからですよ。でもその一人からできることは情報をみんなに伝えるっていうことはできる。これはもう参議院選の前からずっと言ってる。そして今僕たちはやっている。そうやってみんなが情報を取って、やっぱりおかしいよねと気づく人をちょっとずつ増やしていくっていうことです。今そういうことおかしいよねって気づいてる国民が数パーセントしかいません。数パーセントです。 5% いない。でもこれが 10% なり 20% になってくると絶対変わりますから。絶対変わるんです。結局一番怖いのは国民の民です。国民がおかしいってことに気づいて怒り出したり抗い始めるのが、コントロールしようと思ってる人たちからすると一番困るんですね。なので参政党のようにそういうことをどんどん自分たち損と関係なくね、対象にこびずにね、おかしいことはおかしいんですということを言っていく党は早めに目をつんどかないといけないですね。ので攻撃がいっぱい来るということです。でもこれも全部想定内です。だって世の中そういう仕組みになってんだ。だから僕はずっとそうなりますよって言ってる。まだ僕のスキャンダルは出てないけど、そのうち出るでしょうね。出たらほら出たぞでいいですよ。僕最近予言者って言われてますから、だいたいね、そう言ったことは実現するということです。それから誰か失言とかしちゃうかもしれないですね。それもあるでしょうけど、政治家見てもおかしくないですか。大臣だったら急に過去の失言が取り上げられるとかね、政務官になったら急に叩かれるとかね。ね、ダメなもんは誰が言ってもダメでしょ。でしょ、ポジションについたり、ね、何か、ね、そうやって都合悪いことをやりだすと叩かれるんですよ。それには裏に意図があるでしょ。その意図を今のうちから皆さんちゃんと理解しておいてください。ね、そうすると騙されなくなります。そしてみんなが考えて、逆に考えて、あれこれおかしくないと思うことがあったら、やっちゃうしのことだったら、これから当選する若松さんに聞いてくださいよ。若松さんこれ調べてっつって。
ね、でこれ、わっちゃんしのこと調べてってお願いしてんのに、調べなかったら、その時は党に言ってください。したら、あの、岡本さんに連れましょう、僕は。岡本さんっつって。はい。はい。まあですよ、なんか順番待ちしてる保育園入れてくださいとかですね、もらえない生活保護くださいとか、僕言われたことあります、意外の時に。そういうのはダメ。はい。ルールは守りましょう。ね。だから、そういった、ね、あの、ルールを変えてくれ、あの、ルールを違反してくれとかいうことじゃなくて、こういうものをちゃんと調べてほしいっていうことを考えるのは皆さんなんですよ。で、そのきっかけとして議員を使わないといけないんですよ。日本は、ね、その、議会制民主主義の議員の使い方が下手すぎます。もっと、しっかりと議員さんの声を、あ、議員さんの、ね、権限を使って、皆さんが、ね、生活変えていくべきですよ。任せちゃダメなんです。そしてね、そういうことを子供たちに話してください、食卓で。これおかしいと思うんだよね、とか。ね、で、お母さん、ね、若松さんに今度聞いてみろわ、つって。聞いたらこんなことになってたわ。あんたどう思う、つって。ね。そういうことをやるんですよ。海外でやってるんですよ、そういうことを。そうやって小さいうちから、あ、町のこととか政治のこととかって自分たちで考えないといけないんだな。チェックしないといけないんだな。それを代表としてやってくれるのは議員さんなんだな、ということを気づくわけですよ。それが正しい議員の一つか、議員の使い方です。そういうふうにして使わないと、ね、ならぬものを通してくれとかですね、なんか教えちゃいけない情報ね、それこそ団子じゃないけど教えてくれとか、ね、そういうことじゃないんですよ。でも、そういう間違った議員の使い方をしてきた歴史が日本にはいっぱいあります。ね、それで自分たちの損得でやってる人が多すぎます。そんなことやってきたから、多くの人が政治から距離を置いちゃったんじゃないですか。政治諦めちゃったんじゃないですか。で、その結果が、今のこの低たらくです。ので、日本を良くしたいと思う。仕分けを良くしたいと思う。自分たちの生活をもう少し、ね、少しでも良くしたいと思うんだったら、自分たちでできることやらないとダメですって。そのプラットフォームとして使ってもらいたいのが参政党。そういう形で政治に参加してください。ね。で、その時に議員が街にいるのといないのでは全く違うんです。ね。一人参政党の議員がいてくれるだけで、その皆さんの窓口ができるんだから。そして、ね、これも冒頭に言いましたけど、参政党はそういうタブーに切り込んでいっても大丈夫なんです。それでやめてくれとか言わないから。ね。僕らがやめてくれっていうときは、人の誹謗中傷するとかですね。で、他の団体と党の本部の連絡もなく勝手に争うとか、党内でいじめみたいなことするとか、ね、そういった人にはやめてもらってます。けど、言論の内容で、これは、ね、正しいと思うんだ。調べたいんだけどって言ったときに、いや、それは、ね、なんかの利権とぶつかるからやめてくれっていうことは一切ないんですよ。そもそも利権がないから、参政党には。ね、もう利権がないって辛いんですよ、皆さん。ね、だってお金で引っ張るのが一番人真ん中に多くから。そうでしょ。利権全くないから、賛成と頑張ってもお金もらえますがないんですよね。だから我々の報酬は、皆さんのありがとうという気持ちとか、あとは、ね、子や孫の世代に少しでもいい日本を残したい。それに自分は貢献できてるっていう、もう自己満ですよ。自己満足。それぐらいしかないです。感謝のありがとうという対価と、いや自分は命の使い方として、自分に納得のいく使い方でできてるっていう、この自己満足しかないです。ね。で、それじゃなくて、誰か議員になりたいとか、ね、利権が欲しいとか、ね、そういう思いで来た人は、どっかで離脱していきます。ないから。で、僕はダメって言っちゃうから。そしたら、神様は独裁者だって言われるんですね。いいですよ、独裁者で。でも、このルールは負けません。これ僕がね、市民局長で亡くなったとしても、それ変えちゃったら、参政党を作った意味がないんですよ。若松さんが選挙に出る意味がないんですよね。今まで参政党に立候補してくれた人たちね、今何人か通されてるでしょ。多くの人たちが言ってくれたのは、参政党ができたから立候補する気になったって言ってくれたんです。ここだったら政治に関わってもいいんじゃないかというふうに思ったって言ってくれました。そういう人を集めていかないといけないんです。だから、
他の党で通らないから賛成から出たいですっていう人はですね、はっきり言って断りたい。他の党でどうぞです。違うんです、そこは全く。だからこの違いを分からずに賛成党に来ても、喧嘩になりますよ。ね、なんか新しい党がまた一個できたねと思ってる人が多いです。違います、僕らからすると。今までの政党とは違うものができたんです。違う思いで、違うベクトルで。で、なんで違うものを作ったかっていうと、変えたいからです、本気で。日本を。もっと言えば、世界代表を作りたいですよね。ね、人間同士が争ったり、ね、騙し合ったりするんじゃ嫌じゃないですか。だからそうじゃない世界を作りたいと本当に思ってます。でも、悲しいから、そういうね、争いのない世界が作りたいなと思ってるけど、日々争わないといけないっていうですね。まずこの矛盾、すごい矛盾でしょ？人を裏切りたくない、ね、子供たちいい世の中残したい、戦いたくないと思ってやると、どんどん戦いが向こうから降ってくるんですね。もう火の粉のように降ってきますから。でも、だからこれが嫌だっていう人もいます。ね、そういういい調和の世界を作りたいと思って賛成党に入ったのに、争いばっかり起きると、ね、みんなが喧嘩してると、嫌だってやめてっちゃう人もいます。気持ちはわかります。けどね、優しいだけではいい世の中作れないんです。やはり、強さも必要なんです。矛盾してますよね。すごい矛盾してます。戦いのない世の中、みんなで大調和社会を作りたいと思ってるのに、戦わないといけない。本当にね、まあ、それが人間と生き物なのかもしれないけれど、矛盾してますよ。本当に矛盾してます。でもそうじゃなくしたいと思えばですね、もう山にこもって、千人のような暮らしするしかないですね。そしたら争いからは逃げられるでしょう。ね、人の嘘とか、利権とか、そんなものに関係ない生活ができるでしょう。でも、そうはいかないんですよ、我々。もう文明の中で生きてるから。じゃあ逃げられないんだったら、誰かが向き合っていくしかない。だから、それに向き合うために、新しく作ったのは、賛成党です。ここをですね、本当に皆さんに落とし込んでもらって、若松さんにも本当にきちっとですね、ね、胸の中に止めといてもらわないと、なんかさっきちらっと聞いたら、第二のヒロシさんとか言われてるって言うからですね、そうじゃかわいそうですよね。ヒロシです。はい。だからそこなんです。そこの部分がブレてると、結局みんなが悲しい思いをする。本人だって、ご本人だって決していい思いしてないはずですよ。でしょ。だからそこをみんなでもう一回固めていく。で、我々が大きくなればなるほど攻撃はもっと増えます。正しいけど。ね。今はまだ本当火の粉ぐらいですけど、そのうち松明とか飛んできますから。危ねえっていうのがありますから。ね。でも、それも想定しておかないといけない。で、犠牲も出るかもしれない。ね。でも、よく言うけど、で、一番最初にやられるのは僕じゃないですか、そんなんから。ね。でも、そこでもね、僕がどうなったとしても、皆さん、ひるんじゃダメですよ。始めた意味がないから。途中でやめるんだったら、最初からやらない方がいいんです。やるんだったら、もう、とことんやるしかない。そういう覚悟をしてくれたメンバーが、賛成党という党に集まって来てくれています。若松さんも、そういう思いで立候補してくださっていると信じています。だからそういうことを信じてないみたいですけど、本当信じてますよ。でもね、それでも、今はまだ一人ずつだから、こうやって僕ら応援に来れます。でもこれから皆さん見といてください。来年の4月に向けて、本当に何百人が賛成党が立候補してますから。当然、いろんな人を盛り込んできますよ。ね、賛成党の名前を使って選挙を勝ちたいだけの人も、ね、なるべくそうならないようにしてるけど、あるでしょ。まあ、それだけだったらまだいいですよ。自分のエゴだけだったら。中には、賛成党に嫌がらせをする目的で、敵陣営から言われて入ってくる人もいるでしょう。ね。で、また選挙終わったら辞めちゃったりするでしょう。ね。そうならないようにしたいけど、すぐにそんな鉄壁の状態は作れません。なぜか。賛成党は、本当にみんなまだ政治経験の浅い人たちばっかりだったんです。見抜けない。見抜けない。僕も人がいいから、あんまり見抜けない。すぐ騙される。騙されて、騙されての人生ですよ。ね。ね、悲しいけど、でも、いつも思う。人を騙すよりは、騙される方がいい。嘘つくよりは、嘘つかれた方がいい。
なぜか嘘ついてたり人を騙してると自分の心が汚れていくからです。だから若松さんにもぜひですね、選挙の勝ち負け大事なんだけど、それだけじゃなくて、やはりこの場で訴えたことをですね、皆さんとの約束としてきちっと守ってもらいたい。ね。で、ね、10やるって言って10できなかったとしても、でも約束したことを一つでも多くできるように頑張ってもらいたい。で、僕らは党としてそれを全面的に応援します。ね。今日もあるんですよ。銀弾会議。月1回か2回やってるんですけどね。で、この間坂井さんとか茂原さんとかみんな集まってオンラインですけど、月1回は最低でもやって、で、機械ってこういうもんなんだよとかね、それ先輩議員こうやって騙してくるかもしれないから気をつけてねとかですね、質問ってこうやってやればいいんだよとか、そういうのは全部先輩の議員が教えてますし、僕もアドバイスする時があります。そうやって参政党は、ね、党って言った議員の方々を一人ずつ教育していってます。教育って言うとおかましいかもしれないけど、でもやっぱ指導が必要だから。だから若松さん、ね、政治経験がない、63歳、ね、今かなと思う方いらっしゃるかもしれないけど、でも、思いがあれば、そういう人たちをしっかりとサポートする体制は、参政党にはあります、ね。で、若い人に頑張ってもらいたいけど、でも、先輩の知識も必要、60代、70代の方の、ね、経験も必要ですよ。だって、そういう方いっぱいいらっしゃるから、若い人たちだけだったら、ね、そういうの向き合っていけないし。ので、この八千代市では、参政党公認の若松博士に皆さんの思いを乗せてください。若松さんは、僕が今お約束したことを、ね、やってくれると信じてます。もうね、信じるしかないんですよ。騙されるから。ね、やりますって明言したら、やめちゃうからね。ね。だから、絶対って言えないんだけど、でも僕は本当に信じてます。はい、もう信じるしかない。人を信じるしかない。騙されるけど、疑い始めたら全部疑わないといけないから疑いますよ。けど疑うけど信じるしかない。最近僕いろいろ悲しい思いをしてるから、ザ・マスミサイル、今日もね、おはようっていう歌流れてましたね。あれ参政党のテーマソングです。皆さんももしね、今日 YouTube を見られても全国の方見ていただいてるから、とザ・マスミサイルのですね、今まで何度もって歌があるんです。これ僕家が倒産してですね、ちょっと鬱になってた時にずっと聴いてた曲なんです。すごい辛かったから。でもね、いい歌詞があるんです。ここにちょっと披露しますね。苦しんだ数なんかより、疑った数なんかより、笑った数や信じた数が少しだけ多い人生でありますようにっていう言葉があります。ね、苦しいんですよ。ね、疑うんですよね。けど、それはしていいんだけど、でも、ね、それ以上に笑った数を増やして、人を信じた数を増やして、ね、そうやってやっていくしかない。今、日本人の心は本当に苦しんでると僕は思います。元気がないもん、日本に。笑顔は少ないもの。ね、だからこの間からも外国人に言ってますけど、今スズメの戸締まりって映画やってるでしょ、新海監督の。あれぜひ見てくださいよ。僕はあの映画は今の日本人の心を描いてると思う、ね、一つあれ震災の 3.11 がテーマになってるけども、震災だけじゃない、本当に辛いことがいっぱいある。そしてみんなのその負の縁が溜まってるからね、それがね、日本の中うごめいてますよ。でね、それを増幅させるようにメディアとかが人のスキャンダルとか人の失敗とかを挙げつらって、で、みんな不満溜まってるし、不安だし、ね、ストレス溜まってるから、ちょっと悪いことをしてる人がいたら、もうみんなで集中を犯して叩かれちゃうでしょ。そしたら今度は叩かれた方が死んじゃうみたいなね。そうやって、人の負の念を煽る人たちがいます。それに乗せられないようにしていきましょうよ。それには、さっきも言ったように、疑うことも苦しむこともあるんだけど、けどですよ。けどが大事なの。みんなで、希望を持って笑顔でいなきゃいけない。そして人を信じないといけない。日本を信じないといけない。未来の可能性を信じないといけない。信じないと何もできないからですよ。疑っただけじゃ、疑いからは皆さんの心は晴れないですよ。そこを
変えていくことが僕政治の大きな仕事だと思ってるんです。お金を配るとか法律を作るとかってことも大事だけど、けどもっと大事なことは日本人の心にそういう希望とか勇気とかね、そういったものを増やしていくことじゃないんですか。僕たちはそういう政治をやりたい、皆さんとやりたい、ね、で少しずつみんなが気づいて、そして、ね、笑ったり人を信じたりそういう人が増えてくるとまた日本が強くなる。騙されてるんですよ、僕からすると。多くの人がコントロールされてるんですよ、ね、ここから抜け出さない限り我々は同士打ちをしてコップの中で争いをして沈んでいくことになります。そうじゃない、もっと俯瞰して大きな仕組みを見ましょう。我々が今どういった窮地に立たされているかということを自分の頭で考えてください。なかなかネットにそういう情報転がってないから、テレビは絶対言ってくれないし学校では教えてくれない。だから公開当日でもいいし、ネットでも貴重な情報を流している人がいます。そういった人たちの情報を集めて隣の人たちと話して家族で話して、自分たちが思ってたのは思い込まされただけかもしれない ね、もっと自分たちが笑顔になれるように、人を信じられるように、一方に希望を持てるようにやっていかなきゃね。お互いにですよ、人罵り合っても疑っても叩いてもね、皆さんの心は晴れないでしょ。その時のストレス解消するだけでしょ。みんなで1億人でそんなことやってたらダメなんです。それを反転させたい。そういう人たちを 10%、20% 増やしていった時に絶対日本は変わると思います。それをこの八千代の街では若松剛さんにお願いしたい。本当にこの間の選挙で千葉の人たちの心を気づいた人いるから、ぜひですね、その人たちの心をいい風に変えていただきたいと思っています。はい、僕らも全国で頑張りますので、この千葉の八千代では若松博士をよろしくお願いします。ありがとうございました。本日はこのようにたくさんの皆さんがお住まいいただき、また神谷総平参議院議員参政党副代表の素晴らしい演説をお聞きでき、こんな間近でまさか私がここに去っているとはつい数ヶ月まで思いも揺れませんでした。本当に皆さんから勇気をいただき、そして神谷総平副代表から勇気をいただき、このあと3日間4日間の選挙戦を勝ち抜いて、ぜひ八千代に皆さんの気づきをもたらし、野鳥から日本を変えていきたい、そのように思います。どうも本日はありがとうございました。神谷総平ありがとうございました。よろしくお願いします。では皆さん最後景気づけに123税とやりたいと思います。僕はせーのと言いますので、まあ、あの強制はしませんよ。やりたい人はやりましょう。123税とでご唱和ください。では若松博士の当選を記念して、そして日本が良くなることをね、みんなで誓い合って123政党いきたいと思います。いきます、せーの、123政党。ありがとうございました。